どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、めちゃくちゃ久しぶりのデッキをね、使っていきたいと思います。何かフォーチュンレディです。めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか、フォーチュンレディ使うの。なんかなんでかっていうと、そのあのダークシグナー、ダーリー渚選手、ダーリー渚選手の、報酬で、これね、この人かわいいよな。ちょっと今おへそ見えてるんだけど、これおへそ5時間はペロペロできるんだけど、俺おへそ5時間はペロペロできるんだけど、このレベル40報酬でフューチャービジョン、これが2枚目なんですね。だからこれが来たので、今日はこのフューチャービジョン2枚積んだフォーチュンレディデッキやっていこうと思ってランク戦潜ってきたんですけど、すごい弱くなってるね、フォーチュンレディ。俺昔これでさ、キング行ったりしてたし、そもそも東吉原大先生がこれでこんな感じで予選突破してたんで、予選突破じゃねえや、1位取ってたんで、KC カップで。だからすげえ強かったんですよ昔は、昔は強かったっていうか、昔は刃物バリアウェイフォース強かったっていう話もあるんだけど、これがその今ランク戦でやったんだけど、全然新規化できねえんだよ、妨害札多すぎて、トラップカードとかの全然新規化できねえっていう問題があって、先行だったらいけんだけど、一応その安定感は出ました。ビジョン2枚のコーリング3枚のそのバスティとか、なんかライティとか、なんかどれかあればいいんで2枚。だからまあ多分ね 50% とか 60% ぐらいはあるんじゃないかなと思うんだけど、安定感的にはね。けどね、やっぱり結局 ね高校取っちゃうと相手の先行妨害がかわせないかったらシンクロができないから、なんかね残念な感じになるんだよね一応そのバック除去をコズミックサイクロンとあと、清掃積んでんだけど、これだけどちょっと足りないんだよな。全部ね、なんかそのバック除去とかにしたいぐらいレベル。ただそうするとやっぱその2ドローした時のドローが弱くなっちゃうから、だからまあそのこういうエネコンとか波紋とかね、まあシンクロできなかった時の波紋めっちゃ強いんで、だから波紋とか、まあ、クリボールとか、これクリボールなんでかっていうと、そのビジョンが2枚だと埋まっちゃうから、魔法トラップゾーンが。だからね、防御打った時にそのエネコンガン伏せとかできないんだよね。だから、まあ、クリボールとか1枚くらいあった方がいいかなと思って、あとサイバーとかにも一応ワンキル防げるしみたいな感じで積んでるんですけど、これね結局シンクロできない問題が一番辛い。なんかあれこんな感じだったかなっていう感じ。なんかその頑張って組んでその対策は、まあ、一応したけど、なんかこんな感じだったかなみたいな、納得できみたいな環境にはなっていました。早速ですね、久しぶりにフォーチュンレディを使っていきたいと思います。デュエルスタンバイ。あまりにもね久しぶりなんだよねこのデッキ操ってるの、あまりにもちょっと久しぶりすぎてちょっと興奮してます今。まあ、使ってるキャラクターもやっぱり好きだったし、まあ、ちょっと今ね DSOD のアンズっていうなんかクソインラン女が来たんで、ちょそっちの方にみんな目移りがちっていうのはあると思うんですけど、やっぱそのアンズさんが来る前まではダーリーが一番その最強キャラだったって言われてたんですけど、まあ一応ねその各所養女好きとかは言ったけども、一応だからこれはこれは、ナビゲートあるかどうかっていう話になってきて、ないよし、ないわ。まあ、ナビゲートないや。ナビゲートなしか。ナビゲートなしか。ナビゲートなし。ナビゲートなし。スキル発動していく。タイムをパッセージングしていく。タイムパッセージしてレベルが上がったフォーチュレディパスティのレベルを下げて、これめちゃくちゃ懐かしいんだよ、このムーブ。このムーブ懐かしすぎん？これやべえだろ、懐かしみ、これ懐かしみがすごい。でこれでウォーテリーを出して2ドローしていく。つえビジョン2枚もいらねえ、ビジョン2枚もいらねえけど、1枚はサーチしといてもいいかもしんないけどな、さすがに。まあちょっと1回進化紹介します。レベル4のウォーテリーにレベル3のパスティをチューニングしていく。いけ、現れよフォーチュンレディエバリー。そしてフューチャーフォーチュンビジョンを発動。とりあえず一回コーリングかなんか、コーリングいいか、コーリング持ってきて、まあ、ビジョン持ちもあるんで、最悪なんかウィンディが欲しかったらなんか持ってればいいんで、でこれで
バトルして、ま、エネコンあるんで多分なんとかなると思います。ナビゲートもしセットされてるカードがナビゲートでブラックマジア持ってこられても多分エネコンがあるので、墓地にエバリーはくれると思う。マジシャンズロット OK、 マジシャンズロット OK、 イルージョン、あ、なるほど、ブラックマジシャンがなくて多分不正ナビゲートなんじゃないかなと思うので、まあ一回これ多分打つでしょうね。で、イリュージョンマジック、はい、イリュージョンマジック打って、で、ブラックマジシャン、まあ2枚持ってきて、はい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 、いいですよ。あ、はい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 、これ今西村ひろゆかないの、が、西村ひろゆきを真似している時の返事のモノマネをしています。だから西村ひろゆきのモノマネをしている西村ひろゆかないのモノマネをしている竜ですね、今のは。で、黒の魔導陣の効果を発動。さあ、エヴァリーを最初に取った次に5番道26、左、右、A、B、 てめえのフィールドのモンスター一体のコントロールをバックらせてもらうぜ。ここ来た、攻撃力高い方がいいぜ。こっちで行くぜ。クリボールあるんで、まあ最悪キマヨスされてもなんとかなると思います多分。てか最悪、まあ最悪っていうか、まあエバリーが最強だから、エバリー最強なので別にキマヨスされても大丈夫なんだけど、さあ、ウィンディー最強すぎ、強すぎか、強すぎるんごね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 。あ、でもなんかあるね、これもう一枚ナビゲートとかかな、これもう一枚ナビゲートあるみたいな、そういう神展開。ちょ、一回ちょっとウィンディーで、ウィンディ、自分ウィンディーですか、ウィンディーの効果発動。フィードのフォーチュンレディモンスターの数だけ相手の魔法トラップを破壊させてもらおう。はい、パリーン。あ、カーテンか、なるほど、カーテンだったか。で、コーリング発動していく。コーリング発動して、これは何を出せばいいかな。パスティ出してきて、やつを、あ、やべ、ナビゲート忘れてた、ナビゲート忘れていました、すいません、すいませんでした。ナビゲート忘れてました、すいません。どうしよう、どうする、このターンで消えるとないか、あー、めんどくせえ、めんどくせえ、やばい、超めんどくさい。ビジョン使うと、ビジョン使うとちょっとわけわかんないことになるかもしれないから、いや、これでもさすがにこれないと思うけどね、この2体突破されるっていうパターンは、2体突破されるっていうパターン多分ないとは思うけど、1回これでターン終了していく。さあ、ターン終了していく。で、これで何にされたらやばい、ボールあるから多分なんとかなると思うんだよな。あー、 OK、 7人ね、はいはい、シンクロか、了解、ドラッグオンバーミリオンですか、はい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 、そこまでは読んでいました。ドラッグオンバーミリオンの方が発動です。チューナー除外して、どれを、まあどれでもいいんだけど、別に多分知らないと思うんだよね。こっからなんか、あの魔導陣からトップカーテンされてサイバーリューとかされなければ多分知らないから、これは別にほっといてもいいか、別にそれで投げる必要ねえな。なんか最近シュラデッキありますからね、なんか、ま、トップ魔導陣でカーテン持ってきて、でブラックマジシャン出して、サイバーリュー奥義してワンキルするっていう、なんかやばいデッキありますからね。パスキー、なるほど。で、カード除外していく、えい、えい、あ、ちょっと邪魔だな、波紋、波紋邪魔やわ、波紋邪魔やな。これちょっとビジョンの開け方、あのビジョンの弱点言っていいですか、これマジで邪魔。おーへそー、取り乱しました、大変失礼いたしました、お見苦しい映像を、お届けしてしまいました。さあ、お相手の方、ティラノ剣山選手、よろしくお願いします。あ、いた、炎王や、いいね、ちゃんとストラクチャー買ってるね。あのストラクチャー買う価値ないって全員が言ってるって噂ですからね、あれ。わあ、嬉しいね。だからちょっとネフティス強いね、ネフティスちょっと波紋ぶっ飛ばされるの強いな。あのね、あの
あのストラクチャーマジで誰も買ってないって噂あったんで、あの炎王デッキ当たるとすげえ嬉しいですね。すげえ嬉しい。ライティ、まあ、とりあえず2ドローしてから考えるわ。コーリング発動。これがやっぱできるかできないかなんだよな。結局560%くらいしかないんで、このシンクロが。だからさ、冷静に考えたらさ、あれよくこのデッキでやっぱ日本一しとったなって感じするわ。あの使ってて、これ今だいたい今どんぐらいだろうな、1時間ぐらい使ってるんですけど、やっぱねだいぶ弱いよだいぶ弱い、だいぶ弱くなってる。よくこれで日本一取ったなって感じするわ。間違えた、ウォーテリー特殊召喚していく。で2ドローしてから考えよう。なるほどなるほどなるほどな。これさ、実はさ、デストロイサムライ最強なんじゃね。これデストロイサムライ最強説、全てを構成デストロイ。お前のズボンはコーディロイ、お前の車はロールスロイス、シンクロイ召喚デストロイサムライこれ最強なんじゃね。これ最強すぎんでしょこれ。で、ターン終了していく。で、まあネフティス帰ってくる、ネフティス帰ってくる、かまされる。でネフティスだけ死んでいく。バック伏せるのは意味ないから、まあ、こう伏せなかったで、まあ、ネフティスダーンってなる。で自分死ぬ、オッケー。え、これさ、まあ、ガルドニクスっていうモンスターがいましてね、最近炎王獣、炎王神獣、ガルドニクスっていうモンスターが出てくるんですけども、炎王神獣、ガルドニクス、あ、なんか出てたからあれあるね、あの炎王の炎かなっけ、炎王の急所、炎王急所も入ってる。蘇生するやつも多分ある。で、これで全部クパされるんですよね、一応セットあんのか、まあ、とりあえずボール投げるわ、クリボーイ。 OK。 でもちょっと打点、あ、これ間違えたかな、これ打点2700、ちょっと若干めんどい、若干めんどいことになるな。あ、炎王炎冠、なるほど、それ破壊して、あー、なるほどね、それであえて自分を破壊していくっていうスタイルね、あえて自分を破壊していくスタイルで、コーリング、なるほど。で、ガルドニクス効果、まあ、そこは一回ちょっとコズミックサイクロンだけ打って、ここ、これなんすか、これ何、これは何すか。あー、円環か、はい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 、円環か。まあでもコーリングビジョンがあるんでね、なんとかなるとは思います。はい、でガルドニクス、いや、じゃなくてネフティス来た、ネフティス帰ってきて、ガルドニクスでバーン破壊されて、機動無者デストロイ侍が帰ってくるこいつは破壊効かないんだよね、ほとんど。でフューチャービジョンで、あとあいつ除外した感じだね。デッキから適当なパスティーから何か持ってきて、で、パスティー召喚していく。でコーリング発動して、で4出していく、2ドローしていく。デストロイサムライとかいうフォーチュンで強い。はい、寝癖、よろしくお願いします。デュエル3倍。あー、なるほど、龍一だな、なるほど、龍一だな。これに関してはちょっと妨害札が欲しいな。これスープレックスパイセンか、スープレックスパイセンからのライジングスコーピオ、いやー、これちょっとコスミックサイクロンかなんか引きたいな。いやー、引かんないな、でも引かんないな、引かんない、いけるわ。フォーチュンレディーコーリングの方がどう、なんでビビらせんねん、なんで攻撃反応系か、攻撃反応系は別にいいぞ、どうでもいい。あ、なんだ、光ったぞ、え やばいこと起きた、ガチでやばいこと起きた、やばいこと起きたんだけど、やばいこと起きた、返せよ、俺のじゃねえよ、私のフォーチュンレディ返してよ。あ、でもこれでレベル4、え、4神業とか入ってんのかな、どかせらんないんじゃね、プロモンスターチ、え、入ってんの、入ってんすか、
あのそれはダブルマジックアーム入れてるか、入れるっていうか、あ、強っ強い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 、やばい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 、それはそれは受けてもいいのか、それは受けてもいいのか、これ受けてもいいや、これまあ知らないから受けても OK、 もともとの攻撃力しか上がんないから多分ギリギリいけるでしょ、でそれは OK で、それはさすがにぶん投げないといけない、クリボールやばいやばいやばい、クリボールよし OK、 何しばいいの、これ何しばいいの、ワンチャンスある、いける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 ぞいける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 、全部攻撃表示しろ、全部攻撃表示しろ、あーあー無慈悲すぎ、それは無慈悲だよ、あまりにも無慈悲。